ゆっくり背筋を伸ばしてください。ゆっくり力を抜いてください。どうですか、少し楽になりました？楽になりました。はい、柔らかくなりましたね。まだ痛いというお客様の場合、次のやり方を行ってください。最初右の腰が痛かったので右側からやっていきます。痛い部分を支えて膝を持って膝を揺らしながら筋肉を緩めます。手は横に置いてください。反対も行います。ゆっくり立ち上がってください。ではもう一度検査を行います。はい、では鏡を見てください。では前に倒れてください。どうですか、最初より行きやすくなりました？はい。後ろはどうですか？だいぶ回りますね。うん、はい、じゃあ右に重心をかけて、はい、はい、左重心にして、はい、どうですか、やりやすくなりました？はい。じゃあ右に重心立てて右に振り向いてください。はい、じゃあ左重心かけて、どうですか、やりやすいですか？よくなりました。はい、そうですね。はい、腰に手を当てて足踏みをしてください。で、足をつくときにつま先からついてください。こう足を振り上げたときに骨盤が動いて骨盤が調整されます。お家でやってみてください。はい、あとぎっくり腰の方でもう腰が曲がってしまってここにうつ伏せにもなれないというような方の場合、ここにこういう感じで寝てみてください。どうぞ。そうですね、本当に痛い方はこのような状態で足首回しをします。回数は自分の適宜お客様の状態で行ってください。
このような、もう一度